キャンプ蛇行優結婚報告会見ということで、我々、綾瀬優太、蒼井優ですね、先日6月3日に入籍させていただきました。共通の知人が、我々を結びつけてくれまして、その共通の知人というのはですね、私とずっと一緒にこのお笑い世界で戦ってきてくれた、南海キャンディーズの、しずちゃんでございまして、しずちゃんと蒼井さんはプラカランという映画で、はい、一緒になった時から、お友達として、しずちゃんに来ていただき、そのしずちゃんが、僕のことをしずちゃんと、まあ、僕のことを紹介していただきまして、それからお食事をするようになり、そして2人でも踊るようになり、いつの間にかこういうような形になるということなんです。まあ、いつの間にかっていうぐらいアバウトの話じゃないんですけども、緊張の間にいつの間にかと言いましたけども、ちょっとシャッターに見えてますけども、まあそういうことでございました。相方のしずちゃんのおかげでですね、こうやって2人が会うことができました。しずちゃん、それはもうほら、前のオリンピックに終わったから、それしずちゃん、前お前か、わしの大事な親友を奪ったのは、お前か、なあ、しずちゃんが紹介されたって言ってたらどうしてくれないの。信号を言うもんじゃないんだよ。普通はお腹とかそういう案内とかやってくれないのに、見てごらん、信号を言うとしたらみんな引いてるから笑ってないじゃないか。今日は、まあ、しずちゃんから紹介してもらって、はい、会うようになって、はい、どういう感じでお付き合いすることになったんですか。はい、最初はしずちゃんと、あと友達と何かで一回飲ませていただいて、そこでもう言ってもね、蒼井優じゃないですか、女優さんの。すげえ蒼井優がいると思ってドキドキしたんですけども、そんなドキドキが数分でもう、亡くなるぐらい気さくに喋ってくれて、なんて優しいんだと思って、こんなに素敵で、こんなに僕みたいなのにも優しい。で、話も合うし、好きなものが一緒だったりとか、で、わあ、すごい楽しい、で、すごい楽しいってことで、全力で分散できたりすれば、僕の時間が楽しい。そうすると、僕みたいな僕は、俺といると楽しいって、ひょっとしたら、になってくれる可能性あるのかななんて甘い夢を一緒にご飯の時に抱いたんですよ。そこから何かのタイミングでちょっとずつご飯を重ねていって、で好きかもって可能性をちょっとずつこう自分の中で上がっていって、これ多分好きだなと思った時に告白というのを2人ご飯に行ってもらったりしました。はい、具体的にその告白の言葉を聞いてみたんですか。はい、シンプルなんですけども、蒼井さん、ちょっと僕と付き合ってみますっていうんです。このタイプが上から言うと、みたいなんですか。皆さんのストレスが一気にギュッと集まった感じが、もうあいつ、蒼井君に答えを言わせようとしてるみたいな。いや、その本当になんか自信がなかったです、やっぱり。しずちゃんからも嬉しいことに、しずちゃんにずっと陰で蒼井さんに僕のことをお勧めしてくれたりとか、あと蒼井さんが僕のことをどうよく言ってくれたかとかをずっと言ってくれたんです。ゆうちゃんがこのテレビ見て、この時に山ちゃんよかったよって言ってたよとか、あの言い方がひょっとしたら好きの方かもよっていうのをずっと言ってくれたから、ちょっと自信が少しついてきて、で聞く気がつき付き合ってみますっていうふうに言いました。その時点でも結婚でって言ってた。そうです、僕はもう一緒にずっと二人で飲ませてもらったりとか告白する前から、僕一生で多分こんなに会う人は、そんなに素敵でこんなに会う人はもう出てこないと思ったので、この告白をして、そして僕はもうその時にちゃんと結婚の意思を伝えようと思ってました。蒼井さんはそれで何とおっしゃったんですか。はい、言いました。そうなんです、付き合ってきますって言ったら、はいって言ったんです。
青木さん、山口さん紹介された時にはどういう青木さんのご両親にご紹介していただくのか、シチュエーションですか、どういうシチュエーションか。私の自宅で会っていただいたんですけど、泣いてくれてます。すごく喜んでくれて、なんかたくさん心配かけて生きてきたので、心の底から嬉しかったです。緊張されましたか？めちゃくちゃ緊張しました。あんなに緊張するものなんて、あの王道のセリフあるじゃないですか。娘さんを僕にくださいっていう、くださいって言ったら偉そうかなとか、結婚にしかないって言ったらいいですかっていうのをずっと悩んで、でもそのお父さんもものすごい緊張してくださったんですね。あんなに舞い上がってる父を初めて見ました。で、本当はこうすごい素敵なお父さんで、本当緊張してる緊張感を出して僕に言ってもらうセリフ、娘さんをくださいっていうのを言ってもらった場所を作れた感じですけど、僕玄関に迎えに行ってしまって、玄関ですごくご陽気に入ってしまって、緊張感作れないって話です。そこから、緊張感作れなかったなって心の声を完全に声出しながら言ってたんです。で、どうしようめっちゃ緊張感作ろうとしてると思いながら座ってですね、で、少し談笑してね、で、ゆうさんが昔こんな子だったんだよってお父さんとお母さんが喋ってくださって、その後に僕からご挨拶が遅くなりましたけども、一生かけて、ゆうさんのことを幸せにしますので、どうか僕たち結婚を許してくれませんかというふうに、頭を下げさせていただきましたら、こちらこそありがとうというふうに、僕の肩を抱いてくれました。で、それではなんかこうみんなでちょっとね涙ぐんでるって感じで、その後にですね、京都さんがいくつかパターン用意したからそれ全部やらせていただきます。何パターンあったんですね。あと2パターン。はい、じゃあ山里君いいかいって言って、もう一回言ってくれって言って、お父さん、娘さんもう送りなさいって言ったら、どこの馬の骨かわからないやつ、娘はやれって言ったのに、ありがとう、次ねって言って、父の夢が、はい、で、ね、お父さんすごい真面目に、山里君もう一パターンは一回断るけど、これは味わいたいだけの気にしないで、もう一回食い下がってくれるって、はい、わかりました。で、隣でずっとお母さんが僕の方からで、お父さんまずお父さんで、お父さん、君にお父さんなんて言われる失礼しました、娘さんを送りください、なんかですから手塩に育てて来た娘を、手塩にかけて育てた娘を貴様みたいなやつになるわけないだろな、母さんって言って殴ろうとした、お母さんがもういいから止めないと当たっちゃったよ、お母さんが。そこで言うが、全力でやめてと叫ぶ。お父さんが演出をしてですね。で、僕も娘さんの方に、3パターンとリハーサルがあるのを知らなくてですね、それを3つやって、お父さんが、ありがとう、楽しかったなって言いました。ところで2人は今なんてどういうふうに呼び合ってるんですか？ちょっと本当に皆さんの前でやってるんですよね。なんていうんですかね、お母さんと見られてるだけでも、いや、だってクズちゃん、いや違う、なんかここの呼び方じゃないの、多分クズちゃんなんてのか、なんかちょっと別にそうで、なんかね、呼び方ですか、はい、お願いします。私が言います、はい、私はもう生意気でも
You. ありがとうございました。それでは、こちらをもちまして、山里亮太、青木組の結婚報告記者会見を終了させていただきます。今一度お二人に盛大な拍手をお願いいたします。